なんとここ最近はですね、ガールズスケーターという、女のスケートボーダーが誕生しています。見てください、ここインタースタイルの特設会場でですよ、このコンテストでなんと女の子です。本当にシーンの底上げをしてきた、内山めぐみ、さっちゃん、はじめ、そこから始まり、ちひろくが今カラフルプロジェクトという、女の子のための女の子による、スケートボードプロジェクトを作りまして
これはガールズスケーター全員の気持ちですね。その時に数少ないガールズスケーターと出会えた、感動や興奮、一緒の水面、一緒に滑れる喜びをもっともっとの女の子に味わってもらいたい、そんな思いを抱え、さらなる達成化を願ってカラフルプロジェクトを設立しました。多くのガールズスケーターを目指し、もっと環境を良くするために。